皆様こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。ごめんなさいね、風邪をひいてしまいましてですね、ちょっとこんな声になってますけれどもね、もうね大丈夫なんですけれども、咳とね鼻がねなかなかちょっとねやまらないんですよね。もうね普段ねあんまりその体調崩したりとかしないもんですからね、もう本当久々に風邪ひいてしまって、やっぱきついですよね。なんとかね、練習はできてますけれどもね、なんか本当健康って大事だなってこういう時にね思いますけれどもね、ちょっとね聞きづらい声かもしれませんけれどもね、動画撮っております。すいません。はい、皆様のね、このね季節柄ね、気温の変化とね、やっぱり花粉とかがねたくさん飛んでいるもんですからですね、まあついに、疲れもちょっと溜まってたのかもしれなくてですね、風邪ひいてしまいました。皆様もどうぞね気をつけて、お過ごしくださいませね。まあすぐ夏もやってくると思いますけれどもね。はい、今日はですねレッスン会のですね、ご報告ということでね動画撮っております。ですね、東京とね大阪、今月ねやりました東京ね、最後の方ですけれどもね、とね5月の大阪ね、東京の方がですね枠がすべてね埋まりまして、全部ね埋まりました、ありがとうございます。で大阪の方もですねあと残り1枠となっております。11時かな、5月5日の11時が1枠だけ空いておりますのでね、残りがそれだけになりましたので、大阪の方駆け込みで11時ぜひねいらしていただければと思います。ね、聴講の方ね人数制限なくお待ちしておりますのでね、この新しいね曲目の方こちらにね画像で出しておきたいと思いますのでね、またねこちら最新版になりますのでね、こちらの方ですねまたね同じように私のブログの方でもね掲載したいと思いますのでね、こちら画像だとね消えちゃうのでね、すぐね通りあれしてしまいますので、ブログの方でねゆっくりご覧いただければと思います。また下の概要欄の方に貼っておきますのでこちらでご確認くださいませ。でね、じゃあ行こうかしらって、思われたらですね申し込みのフォームからですね申し込みフォームの方から、聴講の方で、ね、お申し込みいただければと思います。それからですね、大阪の方ですね、5月4日をね、予備日っていう形にしてたんですけれどもね、こちらの方ですね、ときましてですね、5月5日のみということにさせていただきたいと思います。このね、お申し込み状況を鑑みまして、まあ、5日1日で大丈夫かなというふうに判断いたしましたのでね、5月4日は、なしということにしたいと思います。はい、5月5日ですね。あと1枠余っておりますのでお待ちしております。まあ、聴講にもお越しくださいませね。はい、それからですね、札幌ですね、ご案内しておりました6月30日日曜日の札幌の方をねちょっとねご案内したいと思います。でですね、こちら日曜日1日になります。6月30日ね、こちらの方ですね、会場がですね、札幌市民交流プラザ、というところでですね、結構ね時間長くできるんですね、午後夜間で撮りましたのでですね、なのでですね、まあ枠としても、まあ、少しですけどもね、自由に、枠割りができますので、30分レッスンまたは90分レッスンとかも、受付したいと思います。大阪の方ですね、あ、じゃあ大阪じゃない、まあ、ごめんごめん、札幌の方ですね。はい、と思いますのでね、そちらのね、やり方、まあ、申し込みの仕方っていうのをね、また申し込み表の方に記載しておりますので、そちらからねお申し込みいただければと思いますね。こちらのね札幌のお申し込みね、4月の、14日の日曜日に、申し込み開始としたいと思っています。
14日の日曜日、4月14日ね、日曜日の10時に、YouTube の方で申し込みフォームを公開いたしますのでね、ぜひ、お考えいただければと思います。ご検討いただければね、いいかなと思いますね。5月14日またね、お知らせいたしますけれども、そちらの方にね、詳しく書いてございますので、お読みいただいて、まあ、お申し込みフォームの下の概要欄の方にも貼っておきますのでですね、お確かめいただいてお申し込みいただければと思います。それでですね、6月30日1日、こちら公開レッスンになりますので、いやどうしてもね、非公開でプライベートでレッスンをね、お願いしたいんですっていう方、もしいらっしゃいましたらですね、個別に、フォームではなくですね、私の方へ直接、メールをいただきたいっていうふうに記載しております。でね、6月30日のどこか、まあ、午前中か、公開レッスンの方は午後からになりますのでね、どっか午前中かもしくは前の日か、非公開レッスン、プライベートレッスンということでですね、どこかで、お時間作りたいと思いますのでね、その公開レッスンの枠とは別にということになりますけれどもね、まあ、その旨をね、直接メールにて、頂戴できればというふうに思いますね。まあ、通常は、公開レッスンでのお申し込みと、お申し込みフォームからっていう形になりますね。はい、まあね、本当私もね、札幌は初めて、訪れますのでね、もう本当こう行くこともね楽しみだし、レッスンも楽しみ、皆様とお会いできるのも楽しみだしね、もうウキウキワクワクしてるんで、風邪とかひいてる暇ないんですけれどもね、やっぱどうしてもね、風邪ひいてしまいましてすいません。やっぱね、咳とか出るときついですよね、本当ね。はい、ということで、4月の東京の公開レッスン、5月の大阪の公開レッスンの曲目提示と、札幌レッスン6月30日の、ご案内で動画を撮りました。ぜひですね、皆様とお会いできますことを楽しみにお待っております。札幌レッスン会ね、6月30日のお申し込みは4月14日、日曜日ね、日曜日の10時、YouTube にて、お申し込みフォームを公開いたします。そちらからお申し込みいただければと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。